シスタリーラブ2022、オス・影、父・絆、母の父・ベラミー・ロード、立東・池江康都支給者です。クラブおなじみの決闘馬の登場です。セミレステークスなど4勝を挙げ、 G1 に4回出走したディープモンスター、ダート戦線での活躍が期待されるグランデスフィーダー、兄伊藤はクラブの主力として活躍しています。兄伊藤も手掛けた池江康都調教師のお眼鏡にかなった本馬は、コンディション不良で欠場したものの、昨年のセレクトセールに名を連ねていました。無駄肉のつかない筋肉質の馬体に、一族に共通する聡明な頭脳、的確に地面を捉えつつ伸びやかなフットワークで駆け回る放牧師の姿も加味すると、競走馬に必要な資質を十分に備えていることは間違いないでしょう。血統馬らしくここに来ての上昇度も見逃せません。ディープモンスターに続く三冠レース解禁も夢ではない優勝です。